どうもどうも、ゆんです。マリオメッカ2の実況をやっていきます。今日やるコースはこちらのコース。ミスはできない、時間がギリギリなスピードラン50秒。クレジットが 0.09%。点数が 13,100 分の13ということでね。まあとにかくタイトルがもう、時間がとにかくギリギリってことですね。ノーミスでいくしかない。細かいミスもできない感じなんですかね。クリア率とタイトル的にはもうちょっとしたミスもダメな感じがしますね。はい、3段からうまく押せないんですけど、なんだこれ、来た、来ました。いい、さあここにね、ペッペーン、これは乗ってジャンプか、プロペラからの三角飛び、壁キック。なんかこれでかくないとダメだな。ここいけんのか。おお、ギリギリいけんの。あれ、よーしよしよしよし、これでいけるか。でパウ、あじゃあ、チビじゃ無理じゃない、これ。いいけるん、なんだ、プロペラのままいけるじゃねえか。これならいけるか。よし、おー、チビちゃん無理だよな。オッケーオッケー。おー、こういうことや。パッ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 パン。さあ、ブーイ。このコンベアでスピードを張るのに注意しろ。おっと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 。ウィエス、来た。ブーレタン。シュッ。ピージャンプ。おー、しゃ、おいおい。いけないけない、よし、3段ジャンプ、折り返して3段ジャンプ、よーし、これだっけよ。さあ次はなんだ。ちょっと見えづらいよこれ、コイン。さっしゃっしゃっしゃ、いいよー、ちょっよーよーよーし、間に合わなかった。ほい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 、来た来た来た、よーし、だぞ、ここにで、さあどうすんだ。いや、とっぽっ、まだいける、まだいけるぞ。なあ、いやー、はい、こう来て、折り返して、いやいや、折り返してくるって、こうじゃないのかな。よし、来た、なーにこれ。ほい、うわー、こういうことね、こういうことね。しょっしょっ、おーし、来た来た。さあ、これはよくある1マスのジャンプ。さあ残りは、残り1秒、これゴールなのか。うわ、まだある、うーわ、まだあるし、しかもそれか、ほんが、これきついやん、ラスト。いいえ、シャッシャッ、よし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 、はい、やったん、なん、シャッ、はい、やったん。急ぎ、これさあ、間に合って、時間的に間に合って最後も飛び越せるけどタイムアップみたいになったら一番痛いからな、急がないと。さあ、あと1秒なんだよ、1秒でこれが、シューおーい、いえいえいえい、あーおー、一瞬犬が外れちゃった。ウフー、いい、いけたい。タイムアップはなんとかならなかった。うわ、ギリギリ、いやー、ラストにな、むずいの持ってきてっからな。ここはちゃんと決まってよかった。いい、いいね、これはかなりいい難易度の、いやー、かなりね、好きな難易度ですね、このぐらいは。いやー、いいスピードランだった。ライジングタイドオブピュアディスコンフォート。
んだこれ。おー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 、あ、なになに、あ、なんかヨッシーが上に飛ばされてんだけど、どういう演出なの。なんかヨッシーが天高く飛んでいく、天に見されていくんだけど、あー、せいやせいや、いける、はい、いける。うーん、え、なになに、聞いてない、時間無理です、そんなん。せい、あ、今度は普通にいけるぞ。さっきなんか時間差で来られて、いい、なに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 、き、これは無理でしょうね。なんかか、おかしくなった。さあ、こういうことか。オッケーオッケーオッケー。あー、そういう感じ、そういう感じ。うーわ、そういう感じ。戻れねー戻れねー戻れねー。うぅ、なんなんだこのヨッシーが、ヨッシーがあの世に旅立っていくコースなんだけど。うぃ、あ、あ、反応させない人ダメだったのか。よし、いける。習慣も取った。いいね。うわ、あの世に来たわ。うわ、まがまがしい。これ、あの世ですか？どこ行くの？やばいところに来た。待って待って待って。え？ここ、あんま、ちょっと一旦止まるか。なんかもう、動き続けなきゃダメだと思い込んでたけど。こっちじゃない。なになになに、ちょっと。右、あ、右あるね。待ってればいいのか。待ってれば、右上に足場が。ちょっとね、つららなんでね、滑らんように。さっきまでと違って、今度はちょっと落ち着いてゆっくり行く必要がある。うっぷね。強制スクロールなんでね、あんまり待つわけにもいかないけど。結構落ち着いて、え？なに？P を押してるわけだからな。左でいいのかな？左でいいのか？ OK, OK。左に、普通にあった。普通にあった。よし。あー、花ちゃんの上か。花ちゃんあって、さらに左側。OK, OK。なんだこれ。どうあるし。なんだこれ。おい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 。え？ねえ、これ。あ、なにこれ、リセットされて？クッパ、クッパ。何これ、ドア全部この同じ部屋だ。で、クッパ通しても、あ、これ、あれか。あー、真ん中に、っていうか真ん中、真ん中のブラックパックの、あれだ、あ、月がいるから。クッパ倒すはどうでもよくはない。ちょっと行った。やめろ、これで、いや、ちょ、出れない。あ、これで月をゲットしよう。月をゲット。あー、なんか今、開幕で取れそうじゃない？なんかね、あ？いや、なんか、取れんじゃねえ。パッ！うわい！そうか。全然、これ、なるほど。ドアから出た瞬間か。おい、まだゴールじゃないんか。今、絶対ゴールだと思ったんだけど。ちょ、おい、なんだよ。シュイー。よーし、よし。お、あ、よし、取る余裕がなかった。おー、ゴールか？よし。GG。これはなかなか変わったコースでしたね。いいですね。ヨッシーが最初天に召されるのは何だったんでしょう。何だったんですかね、あれは。いやー、まあね。なかなか面白い。強制スクロール。まあ、いろいろあったな。いろいろあった。月をゲットする面とか、ひたすら、なんかね、ヨッシーが天に登っていくところとか、強制スクロールだけ、なんだけど落ち着かないといけないコースとかね、面とかね、いろいろありましたね、こう。
はい、そんな感じでね。よし、こんな感じで今日は、今回は終わります。ありがとうございました。